はい、アメシャワールドの公式 YouTube チャンネルです。本日はですね、いつかは欲しいアメシャ、こちら C7 コルベットのグランスポーツ、こちらを紹介します。はい、こちらの車両、2019年モデルのシボレーコルベットグランスポーツクーペ 3LT、 車両本体価格980万円、熊本のインポートカーグローバルさんの在庫車両になります。 C7 コルベット、 FR 最後のコルベットということで、中古車マーケットだと高値安定なんですが、この車両の車両本体価格980万円、まあ、特別安いっていうことはないんですが、実はですね、この車両まだ走行距離が1万5000キロ弱、2019年モデル、約5年前の中古車で走行約1万5000キロ、まあ、年間3000キロぐらいですね。かなりのローマイル車になります。で、この車両ボディカラーアークティックホワイトで、内装カラハリ、C7 コルベットの中でもこのカラーのコンビネーション、かなり人気の高い組み合わせなんですが、この車両ボディ、外観、内装フルオリジナルで、5年前の車両なんですが、ボディはですね、素晴らしく綺麗な状態を保ってます。タイヤホイールもオリジナル、フロント19インチのリア20インチで、このタイヤホイールなんですが、今ですね、多少ホコリはかぶってるんですが、ホイールは4本とも素晴らしく綺麗な状態、がれ傷とか一切ありません。タイヤサイズはフロントが P285 の 30ZR19、 リアは335の 25ZR19で、タイヤはですね、ミシュランのパイロットスーパースポーツなんですが、このミシュランのパイロットスーパースポーツ、まあ、もともとですね、ものすごいスポーティーなタイヤで、トレードパターンとかもシンプルで、それほどですね、溝とかも深くないんですが、まあ、このサイズのハイグリップタイヤ、新品買うとかなり高いんで、まあ、このぐらいの劣化具合でそのまま使えるのは嬉しいですね。はい、こちらエンジンは 6.2 リッターの V8OHV LT1 ユニットになります。この LT1 ユニット、スペックは最高出力が466馬力、最大トルクが630ニュートンメーター、この C7 時代の NA としては、まあ、もちろん最強のユニットで、この車両のエンジン、もちろんフルノーマルで、見た目もですね、かなり綺麗な状態を保ってます。はい、それではまずエンジン音から。はい、こんな感じ、すごいレーシーですね。はい、次に排気音、マフラーの音を聞いてみたいと思います。はい、最初3回がツアーで、次の3回がトラック、多少違いますね。はい、それでは内装インテリアを見てみます。今日ですね、すごい天気よくって、ハイライトきついから見えにくいかもしれないんですが、この車両内装もフルオリジナル、
で内装カラーはカラハリ、まあ、焦げ茶色みたいな感じの、ブラウンになります。でステアリングはですねフラットボトムの D 型のレザー巻きで、この車両なんですが外装もなんですが2019年モデル、まあ、約5年前の中古車としては内装も素晴らしくいい状態を保ってます。はい、こちらメーターパネル、メーターパネルはセンターにタコメーターで左にスピードメーターで、スピードメーターはですね330キロまで刻んであります。で走行距離14,680キロ、2019年モデル5年前の車両で15,000キロ弱、まあこれローマイルですね。はい、それでは軽くレーシングしてみます。空ぶかしですね。はい、すっごいですね、ピックアップがいいです。で今ですね気づいたんですが、これ今平均燃費7キロになってます。でまあこういう車なんで以前のオーナーさんも結構元気よく踏んでたと思うんですが、それでも平均7キロ結構燃費はいいですね。はい、でこの車両正規入車ですんで純正のナビゲーションが装着されてます。でこの年式ですと Apple CarPlay、 Android Auto に対応してますんでお手持ちのスマホと接続することも可能。はい、でこちらのですねタッチスクリーンディスプレイ、カラーのディスプレイなんですが、まあ、今までも動画で紹介したことがあるんですが、エンジン音とかも、まあ、今ステルス、ツアー、スポーツ、よいしょ、で今スポーツモードになってるのかな、レーシングトラックとかにすると排気音はもっと大きくなります。よいしょ。で、まあ、今のエンジン音管理なんで、あ、ドライブモードなんですが、まあ、ステアリングとかもですねツアー、スポーツ、レーシング、まあ、こういった感じで車両のセッティングもこちらのモニターで可能です。はい、でトランスミッションマニュアルモード付きのフロア8速 AT で、こちらの AT のセレクターレバーなんですが、一番下の M マニュアルモードにするとこのステアリングハンドルに装備されたシフトパドルで、変速が可能で、この 8AT なんですがシフトアップの速さはかなり速いです。でまあ以前もですね他の動画でお話したことあるんですが、この C7 7速 MT マニュアルトランスミッションの設定もあるんですが、被写みたいな特別なスキルのない普通のドライバーであれば速く走らせるのはこの AT の方が断然速いと思います。で今ですね、マニュアル、まあドライブですね、ドライブのところにシフトが入っていると、これフロントのミラー、フロントの映像で、これをバックにするとリアの映像、こちらの純正モニターには、カメラの映像が映ります。でこの AT のセレクターレバーの後ろこちらにあるのはセレクトダイヤルで、このモードセレクトのダイヤルを動かすことによって走行モードの切り替えが可能で、ウェザーまあ、これはトラック、あ、間違えた、ウェザー、エコ、でツーリング、スポーツ、トラック、まあ、こういった感じでですね、走行モードの切り替えができるのは今の C8 なんかと同じです。あと内装でいうとこちらはドライブレコーダー、でさらに ETC
で、こちらピラーの根元にはこちらはレーダーですね、レーダー探知機、まあ、こういった装備もついてます。よいしょ。はい、2019年モデルのシボレーコルベットグランスポーツクーペ 3LT、この車両ですね、車検が残ってますんで行動試乗をさせていただきます。で、エンジンはプッシュスタート。エンジンかかった時のこの感覚、コルベットらしくていいですね。あ、シートポジションかなり合ってるな。で、この C7 もう C5、C6 からの流れで、まあ、乗った感じすぐコルベットという感じなんですが、 C7 はですねリアガラスが少し狭くなってるんで、リアの視界は C5、C6 に比べるとちょっと狭い感じですね。で、ただこの座った感じ、これはですね本当に FR のコルベット、まあ、歴代のコルベットと一緒ですね。で、今エコモードになってるんですが、これをツーリングスポーツでスタートします。はい、じゃあ行きます。まあ売り物、高額な売り物ですし、軽くですねお店の周りを試乗させていただきます。 1km 先レベル3ステルス式取締エリア。今ですねカメラの固定があまり良くないんで多少揺れるかもしれませんが、まあ、これは固定の問題で、この C7 グランスポーツなんですが、まあ、見た目はですね、スーパーチャージャーを搭載した GO6 と同じワイドボディで、まあ、タイヤも前後とも幅広なんですが、サスのセッティングはですね GO6 ほどは硬くないですね。今スポーツなんですがもう普通に乗り心地いいです。で、フロントが30、リア25、結構薄めのタイヤで、タイヤだいぶワイドなんですが乗り心地はですね全然悪くないですね。で、こうやってですね日常優先も普通に使えるこの快適性、これはですね歴代のコルベットのやっぱセールスポイントですね。 FR としては世界最速クラスのスポーツカーなんですが、もう普通に日常の足としても使えるこの快適性で扱いやすさ、まあ、そういうですねスポーツカーって意外にないと思うんで、でもう C5 時代からコルベットは乗りやすい車でしたが、 C6、C7 とやっぱ確実に進化してますね。で、特にですねこの C7、このシートは標準のシートなんですが、 C6 までに比べてすごくですねサポート性も良くなってますね。で、ちょっとですね今夕方通勤時間帯になって車多いんですが、まあできる範囲で左方向レベル3取締エリアです。スピード注意取締エリアです。スピード注意。で、このアクセル踏み込んだ時のこのリニアなトルクの盛り上がり、もうこれですねいかにも大排気量 V8NA という感じですごいいいですね。で、対してですね速度出てないんですがすごく気持ちいいです。で、この GO6 と同じワイドボディなんですが、こうやって乗ってる限りはですね通常のスティングレイとか G51 とそんなに変わらないですね。で、ただですねサイドミラーに映るリアフェンダーのこの盛り上がりはやっぱりこの GS とか GO6 通常のスティングレイとか G51 と少し違いますね。で、まあ、あとこのディーラー請求入社のこのディーラーミラー、まあ、ビジュアル面はですね向こうの US 仕様の方がかっこいいと思うんですが、この視認性っていう意味で言うとこの脱落タイプの請求入社のミラー、これは本当に見やすいですね。うん、まあ本当に運転しやすい車です。で、あとですねやっぱこの内装の質感、この高級感がですねすごい C7 で上がりました。この黒とカラハリ、ツートーンのレザーの感じだったりとか、ステッチの
質感なんかもそうですし、この天井キルティングの天井なんかもそうなんですが、やっぱですね、 C6 までのコルベットはどうしてもちょっとプラスチッキーで安っぽいところがあったんですが、 C7 特にこの後期モデルはですね、すごい質感がいいですね。でですね、今スポーツもう十分快適だし速いんですが、これをですねちょっとトラック、一番スポーティーなトラックにしてみます。でトラックにするとですね、やっぱ少し足回りも硬くなってる感じありますね。でただそんなにゴツゴツするっていう感じでもないですね。ツーリングとかに比べると多少ゴツゴツするんですが、まあ、全然普通に乗れます。でまあ商品車ですし、当然安全運転をするんですが、ちょっとですねアクセル踏むともうスッと加速する、この NA なんだけどすっごいトルクが太い、この感じ、まあ、やっぱこれは気持ちいいですね。でおそらくですね、これ高速道路でのロングドライブとか本当に楽だと思います。で歴代のコルベットはみんなそうなんですが、このステアリングの重さとかもちょうどいい感じですね。うん、これは本当乗りやすいですね。で5年落ち、走行まだ1万5千キロ弱、あんまり走ってない車ですし、もう車の状態は抜群で、これはですね、まあ、高額1000万近い車両なんですが、もう買って5年でも10年でも本当長く楽しめそうですね。で C7 コルベット、もう FR 最後のコルベットということで、まあマーケットでの人気も高いですし、この先簡単に人気落ちないと思いますし、逆にですね時間が経てば経つだけ程度のいい個体減っていくんで、FR のコルベットが欲しいっていう人はもういつでも欲しいと思った時が買い時で、 C8 本当に世界最速クラスのスーパーカーですし、まあ、速いし完成度の高い車なんですが、やっぱりですねこのロングノーズ、フロントが長くてショートデッキで、フロントにエンジンがあってリアを駆動するこの FR、この昔ながらのコルベットのこのレイアウト、この独特のフィーリング、古典的スポーツカーのフィーリングが好きな人にとっては、まあ C5 も C6 も C7 もこの C7 までの FR のコルベットは本当に気持ちいいですね。まあ、C8 ものすごい速いし完成度高いんですが、コルベット大好きっていう人にとってやっぱこの C7 は魅力的ですね。で筆車も普通に欲しいですね。で今ですねちょっと信号を見落として、まあ、急ブレーキってほどじゃないんですが、ブレーキ踏んだんですが、このフロント6ピストン、リア4ピストンで、ディスクローター系もですね確かフロントが、37センチだったかな、でリア 36.5 センチ、この強化したされたブレーキもですねすごくよく効きます。でおそらくですねスペック的には C6 時代の G06、 7リッターの LS7 を積んだ G06 の方がパワーマウシ軽いし一見速そうなんですが、やっぱりですね車両自体の完成度がこの C9 になってすごく上がってますんで、おそらく FR 時代の自然吸気 NA の最強モデルはこの C7 のグランスポーツで、この最後のグランスポーツの8速 AT モデル、これが最速だと思います。でまあ、もちろんマニュアルトランスミッション楽しいですし、 C7 7速 MTマニュアルも用意されてるんですが、やっぱりですねこのコルベットは AT 似合うと思います。
で、筆者具みたいな特別なスキルのない普通のドライバーであれば、マニュアルは楽しいんですが、単に速く走るだけであればこの8速 AT この方が速いと思います。で、マニュアルモードにすればですね、このシフトパドルで、ギアチェンジができますし、もうこの GS の8速 AT これですね、 FR の NA のコルベットのやっぱり究極っていう感じですね。うん、これは本当にいいですね。で、唯一ですね、この GS なんですが、スティングレイとか G51 に比べて、このリップスポイラーでサイドスカートもそうなんですが、ちょっとですね低くなってるんで、まあ、段差を超える時とかは顎とか少し気をつけた方がいいですかね。まあ、それ以外は本当に乗りやすい車です。で、久々に C7 行動を試乗しましたが、やっぱり良かったですね。うん、これはいい車です。はい、こちら2019年モデルのシボレーコルベットグランスポーツクーペ 3LT、車両本体価格980万円。これはですね、もう普通に欲しいです。いい中古車です。で、この C7 のグランスポーツ、FR 時代のコルベットの NA の最強最速モデルだと思います。まあ、スペック的にはですね、C6 の GO6、7リッターの V8OHCV、LS7 を搭載したGO6 が上なんですが、やっぱりですね、年式が新しい分だけ普通に走らせると、おそらくこの C7 の GS の方が速いです。で、 FR 最後のコルベットで NA 最強モデル、まあ、約1000万の車両本体価格はもちろん高額なんですが、それでも新車時代よりだいぶ安いですし、この先この FR 最終の C7 のコルベット、まあ、価値が下がることはまずありませんので、この FR のコルベット C7 が欲しいということに、C7 が欲しいという人にとって、この車両はですね、買って損のない車だと思います。はい。